次の相手は坊主の大学です。ポケモンバトルに悟りを求めたその精神力に押されず、頑張って勝利をものにしたいところ。両者向き合って。いった！おーっと黒い眼差しだ。あーっとポケモンの交換ができなくなりました。さあ熱いバトルが展開されております。良い攻撃、よしヒット。これはどうだ、あるヒット。おーっと命中率がダウン。両ポケモンの間に体力の差がついております。ここで波乗りだ。よし、あーっと崩れ落ちた。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでゴルバットの登場だ。さあ、激しいバトルです。ここでポケモンをチェンジです。ここでミュウの登場だ。さあ、これはこれでもう逃げることはできません。さあ、このポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。あーっと、これは逆転をしていた。おーっと、危ない。おーっと、回避率がアップしました。あたやまだ余裕しゃくしゃく、あたや疲れを見せております。ここで冷凍ビーム。おっと、これは外れ。ここで回避率はアップです。両ポケモンの間に体力の差がついております。ここでサイコキネシス、よし、ヒット。あっと、ダウン。さあ、ポケモンは残り1匹。ここでベトベターの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。白熱したバトルが続いております。おお、これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。のバトルです。さあ、必要に攻めてくるゴーストタイプのポケモンを倒して滝へ駒を進めたいところ。
戦う構えに入って、アーチとポケモンチェン、このポケモンでは分が悪いと判断したのでしょうか。ここでミュウの登場だ。さあまずは小さなダメージ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。良い攻撃、狙い的中、おっとしびれもな、おっと当たりません。両者とも大健闘です。ここで冷凍ビーム、効果は抜群だ。おっと崩れ落ちた。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでムーマの登場だ。さあ熱戦が続いております。鋭い攻撃、よし、おっと怪しい光だ、あーっと混乱した。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。バトルの地勢に移って、この攻撃、よしヒット、これはどうだ。おっとよく耐えた。さあ激しいバトルです。ここでポケモンを交代します。モンスターボールが開いてポケモンの登場です。相手が弱っている今が攻め時だ。いった、おっとこのポケモンではまずかったか。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。ここで波乗りだ。小さなダメージ、おっと持ちこたえました。ここでシャドーボール、よっしゃ、あーノックアウト。さあ次のポケモンを準備です。ボールが開いてポケモンが姿を現します。今は相手が弱っています。これはチャンスです。現在のところ残るポケモンは2対2。ここでサイコキネシス、よしヒット、ここでダウンです。さあポケモンは残り1匹。ここでゲンガーの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは2対1。おーっと、これは効果的だ。おーっと危ない、これはどうだ。あーっと混乱した。さあ熱いバトルが展開されております。ここで体力回復だ。あーここで回復します。さあこの試合も大詰めだ。なんと自分で自分を攻撃した。ああ今度は歩く当たった。ああ激しいバトルです。ここで混乱が解けたようです。ここで体力回復だ。さあこれはある一撃、
さあ、そろそろ勝負の決着がつこうかというところ。ここで自陣攻撃、よし。これで勝者決定です。ここでステージクリア。ジムバトルまで駒を進めてまいりました挑戦者。まずは空手用の拓磨が相手です。ここで波乗りだ。いじめ十分、一撃でダウン。早すぎるダウンです。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでキングラーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。キロチンだ。おっと当たりません。ここで10万ボルトだ。よし当たった。ここでノックアウト。さあ、この強力なポケモンの快進撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでゴーリキーの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。白熱したバトルが続いております。ここで最速技術大接近。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。